木星型惑星と天王星型惑星の内部構造の比較天王星型惑星、または海王星型惑星とはメタン、アンモニアを含む氷や液体の水を主体とした巨大な惑星のこと。太陽系では土星より外側にある天王星、海王星がこれに当てはまる。かつては天王星、海王星はその大きさと位置から木星型惑星に分類されていた。しかし、 ボイジャー2号等の観測により、豊富な水やメタンが存在することが判明した。その結果、水素やヘリウムを主体とし、ガス成分が多く、密度も比較的低い木星型惑星に対し、水やメタン等が多く、ガス成分が比較的少ない天皇星及び海洋星を天皇星型惑星として区分するようになった。その蘇生から天皇星型惑星は、 巨大氷惑星、アイスジャイアントと呼ばれる。これに対し、素性の主体がガスである木星型惑星は、巨大ガス惑星、ガスジャイアントと呼ばれる。木星、土星は、様々な有機化合物によって白、赤、大々、黄、茶色を混ぜ合わせた色をしているが、天皇星、海王星は透き通るような青色をしている。これは水、そして大気中に含まれるメタンにより、 赤色の光が吸収され、青い光のみを強く反射しているためだと考えられている。また、水素の割合は低く、水やメタンの氷がマントルを構成し、地球の10倍程度の質量を持つ岩石、金属質の中心核を取り囲んでいると考えられている。天王星、海王星とも太陽からの距離に対して表面の温度が比較的高く、これは 中心部の重力収縮によるものだと考えられている。惑星形成については、太陽系起源と進化や太陽系の形成と進化を参照。いわゆるホットジュピターのうち質量が比較的小さいものをホットネプチューンと呼ぶことがある。また海王性質量未満だが、重地球質量程度よりは大きい惑星は海王星型に近い性質を持つため、 ミニネプチューンと呼ばれる。さらにそうした中で惑星が海に覆われており、生命が存在する可能性を持つ者には、ハイゼアン惑星という呼称も提唱されている。ありがとうございます。